プランちゃんの両手が、まさかの〇〇貝が、今回も完走していきましょう。ゴブリンダンジョンを進んでいき、次々とプランちゃんは、ゴブリンを倒していきます。そして、ついにキングとクイーンを見つけました。だがかなりのゴブリンの多さ。なので師匠が魔法でぶち込んで、その隙にフランチェがキングとクイーンを倒す作戦。だが師匠の魔法の威力が強すぎてキングとクイーンを倒してしまいました。この時の師匠のバカが超可愛すぎる。これでクエスト完了。だがまだ奥があるので行くことにします。その先にはでっかい扉があり、開けるとでっかい虫が攻めに来ますが、もちろんフランちゃんは倒します。だが隠し通路があり、師匠にはそこからヤバい魔力がリークと、そこにはグレーターデーモンがいました。かなりの強敵ですが、フランちゃんは戦います。だが圧倒的の強さにフランちゃんの両手が切られてしまいます。まさかフランちゃんの両手を切るなんて許せん。ですが師匠は切れたフランの両手を粘土で腕につけ、グレーターヒールを使いフランちゃんの手を元通りにします。本当に良かった。本当に師匠ありがとう。そして再び戦いが始まりますが、手を切られてもまだ戦えるの、フランちゃん本当にすごい。そして相手はフランちゃんの影を使って移動していることが分かりました。そして相手はまだ最強の技を持っていました。その名もスキルテイカー。これは狙ったスキルを奪って自分のものにできる能力。一体この後はどうなってしまうのか、次回が楽しみですね。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you.